こんばんは、パンクです。ちょっとね、ママがね、亡くなったということで、常に最新のね、医療をね、受けさせてね、最後ね、見送ってあげることができました。それで、お金がね、ついにね、もうほぼ尽きてしまって、どうしようかなっていうことで、ちょっと葬儀会社の方とね、お話し合いしまして、で、今回ね、選んだね、葬儀屋さんというところが、大震度セレモニーさんというところで、とてもね、よくしていただいたので、そのね、葬儀会社さんも今回ご紹介したいかなと思っております。それでね、今回ちょっと火葬式というね、形で、うちのね、ママを送り出してあげたいかなと。でね、このね、まあ、火葬式、まあ、別名直葬というんですけども、通夜やね、葬儀、告別式などのね、儀式はね、行わずね、火葬だけでね、最後個人をね、見送るというね、葬儀のスタイルで、今ね、このスタイルでね、見送ってあげる方がね、とても多いそうです。今回選んだね、葬儀屋さんがとてもいいところで、事情を説明したらわざわざうちまでね、来ていただきまして、それでうちのね、母親はまずね、眼見にね、迎えに行って、それで自分たちも一緒に車に同乗させてくれて、で、なおかつね、今回町屋火葬場というところでね、まあ、母を焼いていただくんですけども、そこまで母の遺体もね、運んでくれまして、で、なんとこのね、一連のね、料金はサービスということでやっていただきました。一日明けてね、ここからね、ちょっとね、準備してね、葬儀屋さんと最後のね、打ち合わせをして、それでね、町屋会場へ向かっていくことになっていきます。それでね、うちの母のね、顔にもね、化粧していただきまして、それもね、無料でしていただきました。で、当日ね、葬儀屋さんが来て、お母さんのご遺骨はどうされますかっていうんで、まだ、お墓決まってない話とかもしてたんですけども、とりあえずね、リースで、まあ一応お骨をね、お迎えする、まあセット、一式をね、全部説明してくれながら、設置してくれたんですよ。で、これも実はね、無料でね、49日までお貸ししていただけるということで、何から何まで本当にありがとうございました。それでね、このね、葬儀屋さんなんですけども、火葬場でね、母を焼いてもらう費用が約10万ちょいぐらいなんですよ。それで、この葬儀屋さんにね、支払ったのがね、8万ちょいということで、で、なおかつ、当日ね、この日なんですけども、家族を会場まで運んでくれまして、で、なおかつ、自宅までね、送っていただいたりとか、もうすべて込みで、で、今回ね、会場、なんかいっぱいしたい時って会場借りて、で、いろいろ母とかの話とかもね、こういう人でしたっていうね、ご紹介とかっていうふうなことをの、そのね、会場借りるのが結構高いということで、喫茶店とか2階にあるんで、そこで話されてもいいと思うんですよねって言っていただきたいんですよ。で、なおかつ、その喫茶店でね、我々にね、なんかジュースとかコーヒーとかもご馳走していただきまして、いや、とてもいい葬儀屋さんに出会えてよかったと思います。一応、お花とかのね、オプションとかいくつかつけていただきまして、それでこの金額だそうです。家族でやられてるね、こじまいとした葬儀屋さんだということでね、ちょっとこれぐらいの料金に抑えられるっていうのと、あと、ここの葬儀屋さんがとても良心的だということで、それなんで勝手にね、ちょっとファンクの方からね、こういうとてもいい葬儀屋さんだったということをね、今回ご紹介したいかなと。それでね、前日からね、ファンクの部屋にも、ちょっとママのね、荷物とかいっぱいありまして、であとね、まあ、リビングのところにも、ちょっとママの、ちょっといらないものとかいっぱいあったんですよ。なんかちょこちょこなんか可愛いキャラクター好きで、で、いろいろね、うちのね、この家にね、母に会いにいっぱい来てくれるんで、ちょっと部屋を掃除しようということでね、昨日からずっと大掃除でもう、バテバテで。いや、もう、妹も来てくれたんですけども、3人でもう、うち会いで4人か、もうバテバテ。それで昨日は大掃除してたんで気が紛れてたと思うんですけども、もうこの日はね、もう母を送ってあげるということで、いや、もう朝からちょっと落ち着かない。うちの父がね、
もう洗濯物を干しに行ったり、あとね、床ちょっとゴミあったらほ、なんか拾ったり、また掃除始めたりっていう作業を繰り返して、で、うちの姉が自分の部屋で休んだり、リビングのね、椅子に座って休んだり、また自分の家、あ、部屋に戻って休んだりを繰り返して、で、ファンクはね、ずっとタバコ吸いに行ったりとか、あとジュース飲んだりとか、あとテレビ見てるんだけど、内容入ってこないし、家族全員がね、ちょっと落ち着かないという時間が、かなりね、葬儀屋さんが来るまで続きました。まあ、そういうね、状況の時に、外からね、流れてくるね、救急車の音とかがね、部屋までね、聞こえてくるとね、家族3人とも、うっていう、ちょっとびっくりしてしまうという、まあ、ここでね、ママもね、ちょっと救急隊員の方にね、運んでいただけたっていう経緯があるので、そのことをね、とっさになんか頭の中によぎるからなのかなと思うんですけども、やたらね、救急車とか、あとパトカーとかのね、音とかにもね、敏感になってたという不思議な時間がね、ずーっと続きました。白いワイシャツとかね、いっぱいファンクのね、部屋にあるのよ。ファンクがさ、役職あった時とかさ、ね、よく会社にスーツ着てったから、真っ白なのいっぱいあるんですけども、いつもね、誰かのね、葬儀にね、参加するときは必ずね、新品をね、ファンクはよく買います。気持ちがね、一新するっていうのか、なんか気持ちが、パリッとするのか、ちょっと、自分でもよくわからないんですけども、綺麗なね、状態で最後ね、お見送りしたいっていう気持ちがなんか自分を落ち着かせてくれるのかな、という、それなんて必ずね、新しいね、シャツでね、葬儀には参加します。で、今回ファンクがね、ネクタイをね、締めてるこのね、締め方なんですけども、ウィンザーノットというね、ネクタイの巻き方なんですよ。巻く回数が多くて、でね、この巻いた部分がね、ちょっと太く見えるんですよ。で、均等にね、綺麗にね、巻けるということで。で、このね、巻き方はね、ファンクね、大日本帝国警備でね、働いてた時にね、この巻き方を教えてもらいました。天皇陛下を守ってる警備会社で。で、だからこのね、ネクタイのね、最後、決まり方がすごくね、綺麗なんですよ。あ、それでね、事故発生です。ズボン履いてさ、ベルトでさ、固定するじゃん。時間経つとね、お腹がね、ちょっとね、丘になってまして、ずるずると下がる病が発生しております。最近ちょっと、声高度がね、増しまして、ズボンがずるずる落ちちゃう。このね、着ているスーツはね、10年前にね、紳士服のコナカで買ったんですよ。それなんでね、ファンク、紳士服のコナカにね、ちょっと感謝しても足りないんですけども。なんでかっていうとね、ファンク、今まで勤めたところで着ていたスーツのパターンとは違ってね、どうしてもね、テカテカしたスーツ着てみたいなと思ってね、選んだのよ。そしたらね、ファンクのね、このスーツをね、選んでくれたね、女性の方がね、申し訳ないんですけど、ちょっと違う方がよろしいかとって言われたのね。そうですかって言って、ファンクね、ちょっといろいろ見てても、やっぱりその手がてか着たいなと思ってたのよ。そしたら、ちょっと年配のね、女性の、従業員の方だったんですけども、はっきりいただ、あの言っていただきまして、ちょっとお腹出てらっしゃるので、こういうテカテカしたスーツは、ちょっとね、浮いて見えますので、無難な方が、というふうに、正直に叩き切っていただきましたので。 それなんでね、ファンク、いまだにね、テカテカのスーツは着たことありません。何ですか？売ってるのはどこで？うちでやってうちでも売ってますあ、売っよ。てるんですか？これは四十九日用のね、分として用意してますけれども、ちゃんとしたお仏壇も、こういった小物なんかも全部売ってま全す部。ので、お店にはちょっと手広いんですまあ、けいろどいろありも。ます。それは後でまたね。これはここでもいいですね。こういう感じでしょうかね。わざわざ貸していただいてすみません。すみません、大丈夫ですよ。はい。なんで、あと本当は真ん中にお位牌を置いて、お骨とお写真って形でこんだけのスペースあるんですけども、今回お位牌もお写真もないので、真ん中にこういうことを置いていただいて、写真やった時はどこに置けばいいんでしょうか。写真写真はまあ、どこでもね、横で、お骨の横に置けば、横で大丈夫です。それは自分たちで。はい、ありがとうございます。じゃあ向こうです。
どんな感じ。向こうでは写真撮れませんので、ね、すいません。ファン君ね、よく桜好きって言ってるじゃないですか。桜は咲き乱れるあの華やかな感じとか、あとね、花びらがね、大量に散っていく、それをね、みんななんか楽しみにね、なんかの盛り上がったり、あと写真撮ったり、賑やかになる姿が好きなんですよ。なんで桜の花っていうのはね、花単体じゃなくて、まあそういう雰囲気も込みでナンバーワンで好きなんですけども、実はね、花単体では鬼ユリが一番好きだということで、で、うちのママもね、実は鬼ユリが一番好きなんですよ。それで今回、時期的にね、鬼ユリは、入手することはできなかったんですけども、最後にどうしてもね、このね、町屋、西条のね、近くの花屋さんでいろいろ探しまして、このね、ユリの花をね、ちょっと送ってあげようかなと。送り出してあげるにはね、とってもいい日だったので、よかったと思います。ママ。やっとね、家に帰って来られたので、喜んでるかなと思います。それじゃあ今日はここまで。じゃにー。私を物にしたいなら、もっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。